れさん。お疲れ様です。まあ今日ね、オーストラリアに来て2日目だけど、初めての練習をね、このファンヒルフォクシーズでやったわけだけど、どうだった？日本と全然違って、フィジカルのサッカーで慣れるのが大変です。慣れるのが大変。まあ具体、まあフィジカルのサッカーって言ったけど、具体的にもうちょっと具体的にどんな感じだった？ガツガツで、もうアフターとかでも強くいく感じで、テクニックがなかったから全部体でカバーして、普通にフィールドやったら飛ばされます。なるほどね。じゃあその、まあ、慣れるまで時間がかかるというのは、そのフィジカルの面で上げていかなくちゃいけないところ、それもそれと環境とか全然違うんですけど、それも合わせて。なるほどね。じゃあ今後も頑張ってオーストラリアの環境にね、慣れて上を目指して頑張るように。はい、頑張って。頑張ります。終わりです。